ちは、TLS の佐藤愛です。ターンアウトできてますか本の出版、そして TLS5 周年カウントダウングループへようこそ。今日から毎日私からのビデオアップデートが届きます。10日間だけという短い期間ですが、楽しんでいってくださいね。注意点として、10日経ったらこのグループが消えてしまうということなので、お、いいなと思ったらメモを取っておいた方がいいかもしれません。ビデオとか全部なくなってしまいますから。また毎日忙しいのは分かりますが、ビデオを後回しにしているとどんどん溜まっちゃってるかもしれません。ビデオは10分15分くらいの長さに1日になるのかなだと思うんですが、10日間貯めるとね、100分になっちゃうからさ、それ以上になっちゃうので、できればビデオが出た日に見ていただけると嬉しいです。そんなに愛さんの顔を見てないといけないのなんて思わず、後回しにせず毎日チェックしてもらえると作った甲斐があります。あのね、ビデオってブログより時間がすごいかかるんですよ。構想を作って、で流れを書き出して、でビデオを準備して、でビデオを撮って、その後編集してっていうことが必要なので、このイベントページのためにすっごい時間かけて私も準備しました。なのでね、ビデオが楽しかったよと思った方はぜひビデオの下にコメントをつけて、何が良かったとか、こう思いましたとかっていうことを教えてくれると私も勉強になりますし、やった甲斐があります。ほら、最初にもお話ししたけど、このグループは10日まで消えちゃうんですよ。恥の勝ち逃げじゃないですが、ちょっとね、みんなの前でコメントを書くの恥ずかしいと思っても消えちゃうから全然心配しなくて大丈夫ですよ。でも私の心の中には残ります。バーチャルではありますが、みんなでお祝いしていきたいのと、安全でハッピーなバレエ生活をセレブレートしていくのがこのグループの目的ですから、参加してくれると、つまりこのグループに入ったり、そこでコメントしてくれたりとかしてくれると、すごい心強いです。無料だけどね、どうぞよろしくお願いいたします。さて、大勢の前で恥をかいても大丈夫と公言してしまったので、私自身も恥ずかしい、もうギュッと凝縮したビデオである、バレエの立ち方できてますかの幻の NGC を皆さんにシェアしたいと思います。ちょっと期間だけね、 Facebook にアップしてたのかな。で、見た人はそんなにいないと思うので、まあ、見た人も1年前だから、楽しんでいただければ嬉しいです。今回のターンアウトできてますかにも特別の動画サイトがついてきます。そこでエクササイズやストレッチ の、 動画の方を紹介しているんですけれども、イラストだけでも分かりづらかったら、そっちの動画を見ながら一緒にエクササイズしてもらえると嬉しいです。でね、その前回作った特別サイトの方でそのためのビデオを撮ってた時の NGC なんですが、今回はね、2回目だったっていうことと、準備をしっかりとしたということで、 NGC に使えるような楽しいクリップが全くなく、ただただこうモデルの子たちと終わりしましたって感じだったので、今回の NGC はないですが、前回のは楽しいかなと思って見てもらえれば嬉しいです。1年前の佐藤愛さんに会えますということで見てどうするんだかっていうのは置いといて、みんなの前でね、恥をかくっていうのは大丈夫なんですよということの応援になれたら嬉しいです。ではまた明日のビデオでお会いいたしましょう。バイバイ。皆さんこんにちは。この度は本気で上手くなりたい人たちのためのバレエ解剖学教室、バレエの立ち方はできていますかを先行予約でご興味いただきまして、本気で上手くなりたい人たちのためのバレエ解剖学教室、バレエの立ち方はできていますかを先行予約でご投入。エクササイズバンド、セラバンド、エクササイズバンド、さあ、あるステップを変えてみて、When you go down, I want to just shorten the waist and then come back with the legs out and back. Cool. Done. Do it again without talking. Yeah, sure. Without talking? Yes.